今月のお誕生日席に座る偉人は。こんにちは、フレデリック・バンティングです。11月14日は私の誕生日です。そうです、あの糖尿病の治療に効く物質インスリンを発見したフレデリック・バンティングです。と言われれば、さすがに私の名前にピンときていなかった方もハッとされたのではないでしょうか。それでは私の生涯と研究について少しだけご紹介しましょう。1891年11月14日、カナダのオンタリオ州アリストンにて誕生。1916年までトロント大学で医学を学び卒業。第一次世界大戦中、カナダ軍の医療班で従事した経験もあります。1920年に整形外科医院を開業しました。1920年ある秋の夜、転機が訪れます。このアイデアが糖尿病の有効な治療法の開発につながる第一歩だったんですね。この論文を読んで、膵臓の管が詰まると消化液が出なくなること、消化液とは別の物質が糖尿病を阻止すると考えました。これまで糖尿病の治療にはこのようなことが行われたり、研究ではこのようなことが分かっていました。膵臓には糖尿病を阻止する物質がある、これを抽出できないだろうかと多くの実験が繰り返されていましたが、ことごとく失敗していました。その理由は、消化液による糖尿病を阻止する物質が壊されてしまっていたからなのです。膵臓の管を縛ることで糖尿病を治療するために必要な何かが消化液に壊されず取り出せるかもしれないと考えたのです。その後、私は当時糖尿病の研究をしていたジョン・ジェームズ・リチャード・マクラウドに実験の許可を求め、糖尿病を防ぐホルモンを抽出する実験がしたいんですけど。けどうまくいくの？でも発想はおもろいね。私はなんとか実験の許可を取り付け、1921年にトロント大学のマクラウド先生の研究室で研究を始めることになりました。助手として大学院生のチャールズ・ベストが手伝ってくれることになりました。そしてその年の夏、マクラウドが休暇で出かけた期間に犬の膵臓の分泌物を抽出し、それを糖尿病の犬に投与すると血糖値を下げることに成功しました。こうして研究がさらに進められることになりました。膵臓抽出物の生成とグルコース値のモニタリングに大変苦労しました。そこでマクラウド先生がジェームズ・コリップという人を研究に加えたことで、純粋で使用可能な形のインスリンを生成することに成功したのです。運命の1922年、抽出法の改良を続け、抽出物にインスリンと名付けました。大量生産もできるようになり、糖尿病に対する有効な治療方法の開発につながったと喜びました。そして1923年、ノーベル生理学医学賞を受賞したのは私フレデリック・バンティングとジョン・ジェームズ・リチャード・マクラウドで、助手であったベストは受賞できず、私はベストも受賞に値すると信じていたため、賞金をベストと分け合うことにしたのでした。こうして20世紀最大の医薬品インスリンは発明され、これにより長きにわたって不治の病と恐れられていた糖尿病の治療に転機が訪れたのです。この後も様々な人によりインスリンの改善が進められました。結晶化に成功し、純度が改善されたり、作用の持続時間が改善されたり、動物の膵臓から抽出したインスリンではなく、人をインスリンとして人工的に合成されたり、そして現在もインスリンの進化を目指した研究は続いています。